はい、今日も無事終了しました。最初の方全然入んなかったんですけど、途中でなんかいきなり入る瞬間が来て、打ち方とか考えなくなった時にボコボコ入るようになりました。また明日以降もしっかり続けて、外さずに100球決めれるようになるまで頑張ります。それでは3日目、今日も頑張っていきたいと思います。はい、ということで今日も100球終わりました。間違いなく1日目よりも入んなくなってますね。途中でちょっと集中力切れたりとか、数途中で分かんなくなっちゃったりしたんですけど、100球ちょっと多く入っやっちゃったかもしれないですけど、今もう28分経ってますからね。初日が15分ぐらいだったんで、また初日よりも10分ぐらい増えちゃいました。動き的には毎回同じような動きできるようになってきてる気がするんで、入る確率は上がりそうな感じはしてるんですけど、まあ、実際入ってないんで、まあ、頑張ります。はい、今日は4日目ですね。3日間やってだんだん入んなくなってきたんで、気分を変えてどこ行くの
気分を変えて場所を違うカップにしてみました。今日も100球入るまで頑張ってやりたいと思います。あとは梶谷くんも一緒にやってくれるみたいなので一緒に挑戦していきたいと思います。終わり。今日早かった。早い。あ、何分かった？多分20分ぐらいで終わった。はい、ということで4日目も終了しました。カップを変えたらちょっと入るようになりました。今日は気分を一新してなんとか集中力を持たすことができました。多分あと1日2日ここに来てこれを取って、試合があるので、またその結果も報告していきたいと思います。はい、次はやってね、一緒に。僕ですか、うん、僕1日かかってもう終わんないですよ。じゃあ1日かけてやろう。はい。